はい、 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。今回はメタルギア5ザ・ファントムペインをやっていきたいと思います。前回は長い間、まあ前回からね、長い間経ちましたが、そこは本当にごめんなさい。ちょっとグラセフなどでいろいろアップデートがあり、メタルギアソリッドをちょっと放置する形になってしまいました。よし、では続けるとしますか。ミッション、あ、まずこれね、ドロップポイント。よし、ではここにヘリコプターを呼んで、まあ連続、まあビデオはね、あのこう分けられますが、今日は2個ミッション。あ、でも今休みだからな、1個ずつ。今日は1個しますわ、ミッション。ちょっと久しぶりにね、あ、これが今日選ぶで、こちらのピーコード、ランニングゾーンに到着。ピーコード、四角、何だった？上昇開始。バイバイ。太平洋のようだな。怖くないんかな、こんなシートビート外して。いやー、寒くなってきましたね、本当に。もう湯たんぽがね、ちょっと切り替えをね、さっきしたばっかりです。ではミッションましょう。よし、ではね、本当にすいませんでした。かなりブレイク長かったですね。2、3ヶ月空きましたかね、前回のビデオから。本当に申し訳ありません。よし、では切りを変えて、いつ DD 使えるようになるんでしょうね。 Where do the bees sleep?ミツバチでしたっけ？ミツバチはどこで眠る？ボス、米軍の新兵器、コードネームハニービーを見つけ出し、回収してくれ。これはムジャヒディンの一派、ハミド隊に CIA が貸与したものだ。だがそのハミド隊は壊滅。ハニービーは彼らが根城にしていたラスマセリアマンに隠されたままだ。まずいことに、ソ連軍もこの新兵器を狙っている。彼らより先にハニービーを見つけ出し回収するんだ。
端末で確認できる。了解だ。ハミド隊には一人だけ生き残りがいるようだ。なんだ、消息は不明だが、確保すればターゲットの隠し場所がわかるかもしれん。頼んだぞ、ボス。了解。俺に任してくれ。どうかお気をつけて、ボス。じゃあ、デューホース、レッツゴー。デューホースの名前つけよう。アズライール。アズライール、いいね。よし、では、これどう行けばいいか。ミッション。おお、かなり遠いとこにいるね。戦闘兵。まあとりあえずゆっくり迎えるか。アズライル任せたの。久しぶりなんでね、コントロール一体切られたいよ。押すことずっと曲げてるとね、座ってると。でもちゃんと膝をね、足を引っ込めないと。落ち着け、アズライル。マーキングをするぞ。こっちに向けてあるな。ごめんだが、お前もあの世へ行かせてもらう。おいれるか、スネーク。米軍の最新兵器ハニービーを回収してくれ。ガスマセリアマンのどこかに隠されているはずだ。ハニービーの写真は端末で確認できる。いけるか？こうね、ゲームがね、こうバレたらダメみたいな雰囲気が出るから、実況しようと思ってもついこう喋れなくなっちゃうよね。
喋るんだ。仲間はどこだ。OK 100% だから、よし。了解、回収する。回収してくれたし、意味ないんだ。知らなかった。あの照明を消せると思っていたんだが。最初このキーンってなった時はあれかと思った。あの車が来てバレそうになったかと思った。よし、このね時間差っていうのもちゃんといいよね。なんかこう取った瞬間に他の手に入るみたいなんじゃなくて、こうちゃんとマザーベースに行くまでの時間差があってリアル感があっていいですね。やはり小島さんが作るのは、小島さんが作るゲームはやっぱ最高峰ですね。で自分で独自会社でしたっけ、スタジオを建てたんですよね。で最初プレイステーションと共同して作りたいという動画がプレイステーションを上げましたね。ソ連軍の中継基地だ。ハニービーの手がかりがあるといいが。ここにあるか。アズライル、ゆっくり行ってくれ。ここにいるんか。そうだ、おーすごい、かなりでかいではないか。中継基地か。ソ連兵、以前は中央アジア出身者が多かったが、最近はロシア人が多い。異民族の方がお互い抵抗なく殺し合えるということだ。皮肉だが、その成果は出ている。これが人間だ。その捕虜がハミド隊の生き残りか。なぞせればハニービーについて知っているはずだ。そのようだな。捕虜を助けるか。ソ連兵の出方を見る手もあるが。じゃあまあゆっくり行ってみますか。やっぱスナイピングで殺した方がええんとちゃいます。